イスター・ホバート・モリスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ティオガ群生まれで、合衆国としては、初めての女性の治安判事となって注目された。モリスは3人の息子の母として、1870年2月14日に、ワイオミング・準州サウスパス・シティで判事になり、旧つきたらずの任期を務めた。ワイオミング・州、スイートウォーター軍軍政委員会は、 全任治安判事の RS スバーが1869年12月の女性参政権修正条項をワイオミング順州議会が通したことに抗議して辞任した後を受けモリスをその後任に指名した。交換に伝わる話や歴史的証言では州政府や連邦政府の公的記念碑にも強調されてモリスを ワイオミングの女性参政権修正条項成立の指導者として指摘している。しかし、この法に関するモリスの指導者としての役割については議論が続いている。サウスパスシティの後のモリスの人生は地元や全国の女性組織に参加することだった。1873年にワイオミング順位衆議会議員の候補者として ワイオミング女性党の推薦を一度は受けたが、最終的に断った。1876年には、全米女性参政権協会の副会長を務めた。エスター・モリスは1902年4月2日に、ワイオミング州シャイアンで死んだ。モリスは1814年8月8日に、ニューヨーク州、ディオガン生まれ、生まれた時の名前は、エスター・ホバート・マキッグだった。 幼い時に孤児となり、裁縫師の徒弟に入り、祖父母の家から帽子を作り、女性用商品を売り買いする婦人用帽子類事業を初めて成功した。さらに、奴隷制度廃止を支持する教会を破壊すると脅した奴隷制支持者に対抗する出来事の時に若い女性として奴隷制度に反対する先導を行った。 モリスはその婦人用防止類事業を始めてから8年、経った時の1841年に土木技師のアートマス・スラックと結婚した。3年後、モリスの30回目の誕生日直前に夫が死んだ。その後彼女の個人となった夫が資産を獲得していたイリノイシューペルーに移転した。しかし、女性は資産を所有、あるいは継承できなかったので、 夫の資産に入職することには法律上の障害があった。その後地元の商人であるジョン・モリスと結婚した。1868年春、彼女の夫はエスター・モリスの前夫との間にできた息子、エドワード・アーチボルド・アーチー・スラックと共にゴールドラッシュに湧くワイオミングン州サウスパスシティに移転し、酒場を開いた。1869年、 モリスと18歳になった双子の息子たち、ロバートとエドワードは、西部に向かって、先に行った夫や息子と合流することになった。彼らは新しく完成したばかりの大陸横断鉄道で、初めての列車の旅を行い、現在のワイオミング州ロックスプリングスから東に25マイルの、ポイントオブロックスにある、中間駅まで行った。そこからは、駅馬車で北への旅を続けた。 レッド砂漠やキルペッカー砂丘を越え、スイートウォーター鉱山地区に向かう、緩やかな山道を登った。サウスパスシティで、駅馬車を降りた時、45歳のモリスの前に転がった、乾燥し岩だらけの景色は、かって知ったイリノイ州やニューヨーク州の肥沃な景色とは、驚くほどに違って見えた。標高7500フィートの新しい家は、 大陸分水海に近い峡谷の入り口にある谷まで、なんとか暮らしていくことを意味していた。森助の家族は、長男が購入していた、縦横24フィートと26フィートの丸太小屋に、芝土の屋根をかけたものに入った。夏の間だけ流れる近くのウィロークリークと数少ない、一元立ちの木がある、まばらな下や部が、サウスパスシティの荒々しい地形を和らげていた。 冬の気候は厳しかった。ある推計では、当時のサウスパスの地域人口は4000人までにも膨れ上がっており、冬の間キャンプを離れるか長い冬を極端な孤独と向かい合うかしていた。モリスケのように山に泊まる者は、氷点下の気温、激しい風、および6月までは溶けない深い積雪と戦っていた。歴史家のマイケル・エーマッシーによれば、 ジョン・モリスとアーチーは到着直後からマウンテン・ジャック、グランド・ターク、ゴールデン・ステート及びネリー・モーガン・鉱脈など、鉱山の株式を購入していた。スタンフォード大学の研究によると、当初ゴールドラッシュの中で、見通しが良く、鉱山とサウスパス・シティの関連事業で1868年から1869年の間に2000人の雇用を生んだしかし、その後に破綻が来た。 1870年までに、甲府の大半がそこを離れ、460人ほどの、住人が残るだけとなった。1875年には100名足らずしか、残っていなかった。エスター・モリスは、1870年に、地方裁判所判事ジ,ジョン・ラブリュー・キングマンが彼女を、治安判事に指名したとき、新しい家にやっと落ち着いたところだった。 これには、いくらかの、催促もあったが、モリスはその後にその職への申し込み書を完成させ、要求される500ドルの保証金を提出した。スイートウォーター軍軍政委員会は1870年2月14日に、2対1の投票で、モリスの申し込み書を承認した。その後、軍の事務官が、初めての女性治安判事という歴史的出来事を、 ホーズル発表を電報で打った。ワイオミング準州が1869年に女性参政権を認めたことで、モリスの前例のない使命も可能になった。世界へ向けられた事務官の電報は次の通りだった。ワイオミング、アメリカ合衆国で最も若くまた最も裕福な準州の一つが、言葉だけでなく、行動で女性に平等な権利を与えた。 モリスの重要な指名は、前任治安判事の R.S. スバーが1869年12月の女性参政権修正条項をワイオミング中に衆議会が通したことに抗議して、辞任した後を受けたものだった。しかし、著作家のリン・チェーニーがアメリカンヘリテージ誌に載せた記事によれば、軍政委員会は,は、J.W. スティルマン判事の残りの任期を埋めるために、 モリスを指名したことになっている。モリスは裁判所の訴訟事件一覧表を手渡すことを拒んだスティルマンを逮捕することで1870年にサウスパスシティの判事としての任期を始めた。リン・チェーニーによればモリスは彼女自身が関係者である事件でスティルマンを逮捕する権限はないと採決してその事件を片付けた。モリスは 自分の丸太小屋のリビングにある木板の上に座って裁判所を維持し自分の訴訟事件一覧表を新たに作成し始めた。チェーニーは次のように書いている。弁護士たちが彼女の裁判所に現れて法律用語や専門語で当惑させようとしたとき彼女は訓練されていないことを認めたがすぐに誰の裁判所に入ってきているかを弁護士たちに思い知らせた。 彼女の前で実務を行った。弁護士たちの一人は、悪徳弁護士に対して彼女が何の慈悲も示さなかった、ことを思い起こした。モリスは裁判所ではその息子たちの援助を求めた。アーチボルドを地方事務官、ロバートを臨時の事務官法に指名して、法定記録を取らせ、逮捕令状を書かせた。フンにも夫のジョンの支援はそれほど前向きではなかった。ジョンは、 妻の判事指名に積極的に反対したので、エスターが彼を投獄させる場面もあったと伝えられている。判事としてのモリスはその職にあった8ヶ月を超える間に9件の刑法事件を含み27の事件を扱った。ワイオミング州記録保管所の記録によれば、どの判決も覆されることはなかったが、数件は控訴されたものの上級裁判所で、 現判決が維持される結果になった。モリスは1870年12月6日に任期が切れるまで治安判事の職を全うした。モリスは再選を求めたが、ワイオミング共和党からもワイオミング民主党からも候補推薦を得ることはできなかった。モリスがその歴史的な判事の任期を終えた時に、息子のアーチボルドが編集員であるサウスパスニューズが見で、 好意的な評価を得たことは驚くに値しない。しかし資料を見ると、ワイオミングの他の新聞では大した扱いもなかったことを示している。シャイアンで発行された、ワイオミングトリビューン紙は、準州州、ストム長官、リーの、スイートウォーター軍の住民は彼女を次の任期にも推薦し選出するだけの良識と判断を持たなかった、というコメントを載せた。 モリスは働く母として、公付、賭博士、同期化、事業主、売春婦及び飲んだくれの鉱山集落に関わる裁判所を維持した。山中の社会では、男性数が4対1で女性の数を上回っていた。荒々しい選挙民を取り扱う法廷における課題は、喧嘩っ早く、怠け者で、酒飲みという評判だった夫のジョンによって悪化させられた。 アメリカンヘリテージ誌によれば、モリスはその任期が終わった後で、脅迫と暴行の角で夫を逮捕させた。その家族にとって、トラブルが増えていった。1871年の火事で、アーチボルドが所有し運営していた、サウスパスシティの新聞社が焼け、アーチボルドとその妻のサラは、ワイオミング巡州ララミーに移転するしかなかった。 1871年から1872年の特にひどい冬の間ずっと閉じ込められていた後で、モリスを行動に駆り立てたのはおそらく閉所性発熱の症状だった。モリスは鉱山集落と夫の元を離れた。ララミーに行って短期間息子のアーチボルドと暮らした。しかし、この元判事は落ち着かなかった。歴史家のマッシーによれば、モリスはまず、 ニューヨーク州オールバニエ、続いて、イリノイ州、スプリングフィールドへ行って、冬を過ごすようになった。夏の間は、ワイオミングに戻り、息子たちと過ごした。モリスの方向は1880年代に終わり、シャイアンに戻って、息子のロバートと生活するようになった。一方、モリスは、サウスパスシティでクランを置き勝負なしになった住人の長い、歴史では、 多くのものの一人に過ぎなかった。1880年代、1890年代、及び1930年代に短期間見つかった。サウスパスシティの金脈は何度もその運を求める、幸福たちを山に引き寄せた。しかし、最終的には、不況がかった。1940年代までにサウスパスシティは、ゴーストタウンになっていった。 サウスパスシティの渓谷からエスター・ホバート・モリスを女性参政権の母として称賛する話が持ち上がった。その後モリスは南北戦争の古参兵でサウスパスシティの住人であるウィリアム・エイチ・ブライトが書いたワイオミング・巡州の1869年の革新的法案の先導者で共同執筆者として知られるようになった。 しかし評論家はモリスを女性参政権指導者として、モリスを称賛する公式記録は間違っていると主張している。女性参政権論者としてのモリスに関する報告は、ワイオミングの初代準州議会の選挙人と候補者のために、モリスが開いたと言われるサウスパスシティでのティーパーティーにまで遡る。 交換の証言では、ティーパーティーを開いた、モリスの目的は、候補者たちが、女性参政権に味方するのを確実にすることだったとしている。しかし、このパーティーは起こりそうにないことだった。それでもこの話は、その出所が不明な、細ゴミのように歴史の記録に浸透してきた。しかし当時の研究者は、モリスの長男で後に、 シャイアンで新聞編集者となったアーチボルドを少なくともこの話の出所の一つとして指摘している。実のところアーチボルドがでっち上げたというものもいる。他の研究ではモリスの友人であったメルビル・シー・ブラウンにたどり着く。1889年にシャイアンで開催された憲法制定会議の議長を務めたブラウンはモリスが議会に 女性参政権法案を提出したと主張した。その後、モリスの長男アーチボルドは、シャイアンさんが見でその母のことを、女性参政権の母として扱い始めた。ティーパーティーの話は、HG ニッカーソンがいなければ静かに消えていったかも、しれない。1868年に金山を発見して、解散し、後に、準州議会議員を務めたニッカーソンは、ワイオミング州。 ランダーのワイオミングステートジャーナルに手紙を書いた。ニッカーソンの手紙はパーティの50年後である1919 19年2月14日に掲載されパーティのことと議員候補者としてニッカーソンが出席していたことを衝述した。ニッカーソンはモリスを持ち上げる言葉として次のように書いていた。エスター・モリス夫人にはアメリカ合衆国で 女性参政権を提唱し始めさせたものという栄誉がある。ニッカーソンの話は、その友人で、ワイオミングの歴史家グレースレーモンド・ヒーバードが1920年に、いかにして、女性参政権がワイオミングに現れたかと題する、小冊子に証言を掲載した後で、広範な卓越性を得た。 この小冊子は広く配布されるようになり、国中の公立学校の生徒が、モリスの女性参政権における功績を記念する話を読んだ。ヒーバードは長年この主張を宣伝し続け、モリスを、ワイオミングの女性参政権法案を先導し、共同執筆したものとして、世に広めた。ワイオミングの女性参政権における、 モリスの役割に関する一般的証言は支持者たちがサウスパスシティに女性賛成論者のモリスに捧げる記念品を建てた後に石の高級普遍性を得た。1960年ワイオミング州はワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにモリスの聖堂像を寄贈することで ワイオミングの女性参政権における重要な推進者としてモリスを称賛した。集約には1963年にシャイアンの州議会議事堂前に高さ9フィートのそのレプリカを据えた。その碑文では女性参政権の母としてモリスを称えている。さらにカウガールの殿堂は2006年に モリスを電動登録者の名前につらねさせ、影響力ある努力で1869年にワイオミング順州に女性が投票することを可能にした、とコメントし、女性参政権の道を切り開いた、ワイオミングの判事の逸話を続けている。1869年にワイオミング順州が女性参政権を法制化したことで、その成立に関する歴史的誤りにもかかわらず、 人権についての大きな波を及ぼしていった。さらに、1870年2月14日に、サウスパス地区における治安判事として順州がモリスを指名したことは、近代世界で初めての司法職に就いた女性を誕生させ、その歩みを加速させた。モリスが女性のための運動に関わったことは、サウスパスシティの金山を離れた後もその人生の、 ところどころで続いた。この元藩事は88歳の誕生日の4、ヶ月前にあたる1902年4月2日にワイオミング州シャイアンで死んだ。モリスは州都シャイアンのレイクビュー墓地に埋葬され、そこにはモリスの墓所であることを示す名前のみが石碑に記されている。ありがとうございます。